じゃあ俺高校で。どうぞ。じゃあ先行いきます。まず5枚引くんでしたね。さあ、あれ、あ、1枚引いた。このくだり取るか。じゃあもう一回お互い引きすぎだから。引きすぎ。5枚だよ、5枚。引けない、いけない。1枚やろう。バディファイト6枚だったな。そう、バディファイト面白いよ。うん、まあちょっと本気でデッキ作るとお金かかるけど、本気じゃなくても全然面白いから。じゃあトライアルでも。じゃあ先行はそのままでいきますね。先行はそっちで。はい。まあでも妨害力あるじゃん。よし。俺も先行ハリムシセットは結構強いんだよな。よし、5枚 OK です。いきます、先行で。やばい、俺フラッシュビンして。まだ大嵐入ってないよね。2枚。あ、大丈夫ですよ、抜いたんで。ドローエンドで。ドローしました。サイクロン。サイクロン、はい。モラルタ破壊出てくるけど割れないから。あ、なるほど。アーティファクトか、怖えな。これは相手のターンに破壊されると出てきて、なんか相手のカードを1枚破壊。くそ強い。マシンナーズカノンを特殊召喚、機械族を2の枚数切って特殊召喚します。はい。うわ、弱え、これ。で、ネクロドール、ここ、はい、除外してネクロドール特殊召喚します。はいはい。弱え、この動き。エクシーズします。ヘブンズストリングス。ストリングスだ。効果発動していいですか。はい。ストリングスカウンターを。ストリングスが乗る。乗ります。さらにアンカーアップ、アーデントクロソース。ギミックパペット、デビルズストリングスになります。モラルタが死んじゃうと。効果で、まあ、ギミックパペット切って、切るんだけ。出るだけで確か乗ってるの破壊できると思いますよ。あ、出るだけか。2100ダメージ飛ばすと。書いてありますね。じゃあこっち2100。すべて破壊し、ワンドローする。そして、その破壊されたモンスターに一番攻撃力が高い人のダメージを与え飛ばします。じゃあ2100。モラルタが、2100だったので2100飛ばしました。あ、もうこれが出ただけでちょっと満足だな。じゃあこのままストリングスでパンチ。伏せないですもんね。ないです。アイスハンドでも割れないからこのままです。そうだね、効果が発動しません。終わりです。じゃあターンエンドでドロー。